あえちゃんです。今回なんですが、バウンティーラッシュの最強スキルのね、10選ということでやっていこうかなと思います。バウンティーラッシュって結構かなりのキャラクターがいると思うんですが、まあ、あえちゃんが使って個人の意見にはなってしまうんですけれども、まあこの中のね、まあ10キャラをね、皆さんに紹介していきたいなと思います。ではやっていきましょう。まずロジャーとなります。ということで、ロジャーはね、スキル1もスキル2も両方とも優秀なんですよね。まあカムサリも強かったり、君たちに怪我させるわけにはいかんということで、この両方はスキル優秀だと思いますね。まずカムサリするだけで火力が上がってしまうっていうのと、まあスキル2に関しましては、まあダメージ食らったら食らった分火力も上がっていくし、まあ防御もアップもしてたりもするので、まあそこら辺がまた優秀だなと思いますね。まあカムサリで避けるのも難しいし、まあスキル2もね、避けるのも結構難しいのではないのかなと思いますと。続きまして、夢ルフィということで、夢ルフィは結構面白いですよね。まあ、ツネイクマンモードだったり、バウンドマンモードっていうのもあって、スキル1に関しましては吹っ飛ばし、スキル2に関しましては振動ということで、まあ、この吹っ飛ばしも結構強いですし、まあ、スキル打った後の話になりますが、まあ、スキル2のね、この連打で火力もさっさと上げることもできるしね、もう両方優秀だなと思います。で、スキル2はこれ本当、振動状態がえぐいよね。もうこの振動状態がもう、ほぼワンパンされてしまうので、まあ、あと両方無敵っていうスキルっていうのがまた優秀なのかなと思います。やっぱね、夢ルフィさすが3周年だなと思わせるキャラだなと思います。ということで、次見ていきましょう。続きまして、カイドウとなりますね。まあ、スキル1はそんなに強くはないんですけれども、まあ、スキル2の逃がさんぞということで、まあ、旗を守ることができるのが強いですね。例えばですが、残り、まあ、5秒ぐらいとかですね、まあ、その5秒とか10秒の時に、まあ、スキル2を打てばですが、まあ、こうやって旗を守ることができるので、まあ、そこがまた優秀なのかなと思います。まあ、それ以外は特にありませんとなっておりますと。次ですね。赤犬となりますと、赤犬に関しましてですが、流星火山がマジでエグいんですよね。まあ、流星火山撃った後なんですが、まあ、無敵プラスですが、さらに3回ダメージ受けても大丈夫っていう無敵があるので、もうそこがマジでやばいですよね。まあ、この状態ですね、もうだいぶ強いですね。もう例えば、ロジャーのこのスキル食らっても大丈夫なんですよ。もうこれ食らっても、効かないんで、はい、効かないと。もう最強ですね。で、その後スキル1でバーンと決めてしまうと。マジでエグいスキルかなと思っておりますと。次ですね。おでんとなりますってことで、おでんは両方ともスキル優秀なんですよね。まず、スキル1に関しまして無敵と。で、スキル2に関しましてはもう避けるのが難しいぐらい早いなんですけれども、まずですね、まあ普通に考えて、トツカはやばいですよね、この速さで。まあけど、プロスペロはちょっと最初に雨になっちゃうのは申し訳ないですけども、で、一応スキル1もこれで無敵なんで、もうすぐに逃げて、こうやって旗を取ることもできたりもするので優秀かなと思いますと。で、プラス、これ、裏トツカが強いんですよね。まあこうやって逃げながら、裏トツカでドーンと決めてしまうこともできるので優秀なキャラクターかなと思っておりますと。続きまして、ワカレリーということで、ワカレリーも両方ともスキル優秀にはなるんですけども、まあ、特にですね、スキル1なんですけれども、まあ、スキル1の距離がおかしいんですよね。まあ、遠距離に向かってもうこうやって飛ぶことができるんで、ドーンと、もうこれね、敵なかなか気づかないですよね。こんないきなり飛んできたら避けることなんて不可能かなと思いますと。続きまして、ペロスペローっていうことで、ペロスペローもね、めちゃめちゃ優秀なんですよね。まずスキル1もスキル2も両方優秀となっておりまして、もうアメちゃんになってしまったら即終了ですね。もうアメにしてしまえば、もうコンボで決めちゃえば、もうね、倒せない敵ほぼいないんじゃねえのって思うぐらい最強ですよね。もうこうやってね、ただアメちゃんにして、もうどんどん通常攻撃で合わせながら倒していくっていう感じですね。もうこのスキル、マジで腹立ちますと。このアメちゃんやばい。もうほんと楽しすぎるよね、このスキルっていうぐらい楽しいスキルかなと思います。次ですが、ヤマトとなります。まあ、ヤマトの厄介なっていうのが、裏発見
形ということで、まあ、裏八景がかなりきついと思うんですよね。まあ、プラスカウンターもそこそこ強いんですけれども、まず普通の雷鳴八景ですね。まあ、この雷鳴八景をチャージ最後までやりますと攻撃力アップするので、これもまた強いなと思うんですけれども、で、このカウンターもそこそこ強いとなっておりますね。まあ、一番のメインとしてはですが、この裏八景なんですけれども、スキルを打つときに後ろ向かってボーンと壊れ敵に当てるの楽しいですね。もうなかなかね、避けるのが難しいスキルかなと思いますと。次ですね、ワカドフィーということで、ワカドフィーの強いところ、まずシールドが強いんですよね。まあ、シールド貼ってしまえばなんですけども、もうこのシールドの中にいれば、もう敵のダメージ一切食らわないんですかね。もうこれが強すぎるんですよね。まあ、これ打った後、通常攻撃で合わせたりとか、まあ、スキルとかで合わせたりすることができるので、もう敵は全然怖くないと、はい、ダメージ食らわないですよね。もうこれ打っちゃえばもう無敵となりますね。もうこのスキル本当に厄介だなと、ずっと思っております。敵にいるだけで本当にね、もう嫌で嫌で仕方ないかなと思います。最後になるんですけども、なごみちゃんということで、これも両方スキル厄介なんですけども、なごみの緑されてしまいますと、もう通常攻撃とかね、もうスキルも両方できなくなってしまうので、もうそれが厄介ですよね。まあスキル2に関しましてですが、もう無敵8秒って、バカじゃないのっていうことで、もうこの8秒がマジでえぐいですよね。もう本当にこれされてしまうと、残りね、もう10何秒で旗取られてしまうリスクがあるので、本当にこいつは嫌いだなと思っておりますと。はい、ということで今回ですね、まあ、嫌なキャラクターですね、スキルに関しまして話してきたんですけども、まだまだバウンティーラッシュっていうのはいろんなキャラクターがいると思うんですけれども、まあ、個人的な意見とはなってしまうので、まあ、皆さんのね、嫌なキャラクターをね、教えていただけると嬉しいなと思います。このチャンネルがいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントしていただけると嬉しいなと思います。またな。